大事だよ。この今日3人の先生がお見えになっているもう全部食と心とそして医療、このお三方がこの県の三本の柱になって、そして黒岩知事が一丸となってなされば、私は素晴らしい神奈川県になるのではないかと私は思いました。本当に今日はですね、今の1、2は早速やらせていただきます。でもみんなが集まってね、もう自分たちのだけが正しいというのが一番違うと思うんですね。それぞれが意見を出し合って、そして、いや、こっちの方がこういう変わるのがあれがありますよ。だからやっぱり今日はお医者様もお見えになってますけど、私はお医者様の西洋医学も本当に緊急の時にとても大事だと思いますので、でも玄米、助かってました。ありがとうございました。失礼しました。ありがとうございました。いや、いろいろ皆さん工夫されてますね。はい、どうぞ。マイクください。先ほど3033運動というお話がございました。皆さん3033運動ご存知の方、ちょっと手を挙げてみていただけますか。はい、ありがとうございます。いかがでございましょうか。これは神奈川県として取り組んでいることなんですね。病気の治療というよりも、今アメリカは予防というに非常に力を入れているというふうに何かで知識をいただいてございますが、神奈川県も3033運動を随分前からもう取り入れてるんですよね。で、そんなに金はかからない、ちょっとしたことなんですよ。で、今の階段大学で橋を上るよりですね、これも5、6分でよろしいですよということでございますが、私が提案したいのはですね、ラジオ体操でございます。ラジオ体操は1番やるだけでも3分、1番、2番で7分でよろしいんですね。で、今、夏休みで子供さん方がちょうど地域の中でですね、ラジオ体操やってるわけでございますが、7月ぐらい終わりですよ。これをぜひ大人、65歳以上の方々に、とにかく健康で寿命が伸びると、こういうことで先生方に悪いんですが、ぜひ医療にかからないで健康でいられるということはですね、やはり予防だと思います。先ほど玄米の話がありました。私もぬかをですね、いって、それで毎日ヨーグルトに乗せて食べておりますけれども、健康には運動、食ですね、それから先ほどいろいろありましたけれども、そういうことで身近なことにラジオ体操で、それを普及させていくためには3033運動にも手当ですけども、生命保険会社かなんかにですね、協賛をしていただいて、ちょっと予算足りないということであればですね、そういうところからも協賛していただくというふうなことも非常に有効的ではないかなというような気がいたします。はい、ありがとうございました。この3箇所の中に食の話になるとですね、食っていうのはこの食べることから始まりますよね。食材だけじゃなくて食べるって、これ歯ですよ、歯。歯科医師の方でいらっしゃいますか。歯科医師の大立場からぜひ一言ご発言いただきたいと思いますけど、今日はこういう場を与えてもらってありがとうございます。歯科の立場で今日はちょっと漢方の話で、今までの話とちょっと違うんですけども、漢方を使ってということで我々のグループで今いろいろやってるんですけども、このことで黒岩知事と意見交換したときに、今回こういう会合があるので、ぜひ歯科でなんで漢方を使うのかということを皆さんにご説明したらどうだということがあって、この機会を得ることができました。ありがとうございます。実はですね、今歯科の部分で皆さん歯医者さんに行くときはほとんどその入れ歯を作ったりとか虫歯の治療とか歯周病の治療で、それも大事なことで、さっき、気を高めてく、ることには胃を、でちゃんと消化したものを食べるということが漢方の基本で、気が本当の漢方の基本なんですけども、もう一つその工房という噛み合わせという問題があるんですけども、これは今日政治家の先生がいらっしゃってるんですけども、今日もたまたま遠いところで患者さん来られて、今日お話できる、具体的にお話できると思うんですけど、例えば更年期障害の患者さんで、噛み合わせが悪くて、最終的には噛み合わせが悪かったんですけども、顎関節症でずっと
耳鳴りがしてて、もう5年間ぐらいずっとワーンとする音がするんですね、いつも。でも、ご夫妻で来られて、ものすごくご主人が奥様のことを心配されていました。で、私がですね、亀麻草をちょっとやることによって、ずっと薬、西洋医学の先生の薬を飲んでたんですけど、それがすごく効くようになったっていうんですね。でこれはどういうことかというと、これは先ほどこれは知事の方からエビデンスっていう言葉が出たんですけども、東洋医学もエビデンスがたくさん今出てきまして、噛み合わせが悪いとですね、いわゆるその副腎からストレスホルモンが出てくるんですけども、それがずっと出っ放しになってるっていう状況がちゃんともうエビデンスでちゃんと出てくると、そうするとイライラしたりとか、こうそういうような状態になってしまうんですね。それがストレスとなっていろんな、聴覚障害を起こしているということになるわけですね。でそこでですね、歯科のそういう治療に、それからあと内科の先生とかそういう医科の MD の先生と一緒にですね、患者さんを見る一つのツールとして、漢方をこう利用したらどうだというのが私の提言で、この前これは知事と2人でちょっと面会させていただいて、それを話させていただいたわけです。でただなかなか厚生省の方でもやっと1年半ぐらい前に歯科の部門で7つの処方だけ漢方で使うことができたんですけども、これは結構県によってですね、意外と現場の采配で、できるものですから、それをもっと例えば、今日いらしてる歯科医の先生方、またはその病院ですね、特に今病院の大きな病院で口腔外科で漢方を使うと、例えば従前大法堂みたいな非常に重要な薬なんかを切られてしまうことがあるので、ぜひ病院協会の方とお話をしたいとか、そういうところをですね、小戸川知事にちょっと温度を取っていただいて、みんなでこうプロジェクトでお話しできるような場を作っていただければというふうに思います。それでそれが神奈川県のいろんな大きな分野 の医療の発信元になってくれればというのが私の考えであります。すみません、歯科医療に漢方を使うというね、そういうことでありましたね。いろんなご意見で、さあもうそう時間もなくなってまいりましたが、わあ、たくさんありがとうございます。これはここで一番先に上がりました。横浜市港南区から来ました真鍋さんと申します。先ほどその未病ですね、その分野を担う人材という話が出ました。だから先ほど渡部先生から、小学校でですね、そういう指導がというような話もあったと思うんですが、知事さんがお話しした話、まだこれから、何年かかかると思うんですけど、今現状を見ますと、確かに日本の平均寿命は、日本人の平均寿命は伸びていると思いますが、2004年にですね、沖縄タイムスの記者の方々が取材をされて書かれた本があります。それは沖縄が長寿で亡くなる日という、で10年も経たない沖縄は、平均寿命全国1位から落ちております。そうしましたら、先日読売新聞で沖縄でですね、やはり取り組みがされているというのは、やはり40代50代の方々の生活習慣病が非常に多くなっている。それはやはり食生活、これが沖縄の場合には欧米化の食品が非常に多いですから、今若い年代、これが非常に問題になっていると思います。で、特に今の子供たちの体力っていうか下げ止まったと言われてますけれども、相当下がってきて1週間に1時間以上登校、登下校、体育の時間で以外で運動するのが1時間以内というのが